皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間やってまいりました。さあ今夜デッドバイデイライト祝400回記念でございます。で、400回記念にあたり、私ね、生存者のランク1になっておりますけど、このねランク1になるまでの長い道のりをちょっと振り返りながらね、こちら今回お届けしていきたいと思います。よし、みんなスタンバってるね。オッケー、治療も終わったから。さあどっち？奥だ、奥の方だ。さあ、こうなってくるとちょっと近づいて近づいていけるか。私はちょっとここ担当としてはここら辺に隠れて、近場のメグちゃんがスルーすればあの方が行きそうだね。行った、ナイスナイスナイス。ただナースが戻ってくるからちょっと私も入りましょう。おいナース待て、ナース待て、体をすり寄せてちょっと待って、私が2壁になる。いけいけいけ、よし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 、よし2壁成功。よし、これどうや、こっちに、お、新鮮な2壁がまたこれ壁になったと。そして、ここでダウンしてる間に傷ついた生存者、そしてクローデットも切られて脱出。クローデットがアジェスチャーしてる、行けよってこと。まあ、みんなで救いに、あ、ちょっとドワイトがね、あれ殺人鬼にあれやってんじゃないか。あれもしかして2階が壊滅してんのか。え、でもそこ地下室だもんね、行けてないってことは。ん、なんだ、私がこれ治療できるのか。でもすぐそこ立ってんだよね、ヒルビリーさん。あそこで見てんじゃない、ほらほら、いるわいるわ、チェーンソーいる。こっちやこっちや、さーっと走ってね。ん、来ないね。いやこれ2階が壊滅されてんのかな。でも地下室だったら運べそうなんだけど。いや生存者がチュルチュルしてるから、あれをきっと餌にして一網打尽計画じゃない。あ、みんながチュルチュルしてねチュル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 してる。うわこっちや、うわ来ない。いやこれ1人か2人ぐらいがおとりになってる間に1人が治療の方がいいから。よし今いけるか、よしよしいけいけ、よし、ドワイトが切られて、脱出と。OK。さあ、戻ってくるけど、ギリギリ間に合いそう。OK。さあ、みんなで行こう。よかったね。よかった。ほんとよかったね。なんとかね、ダウンした生存者を、助けることができたと。よかった、クローデットね。ほんとよかったね。ん？あそこいるじゃん。奥のところ。向こうの発電機のところ。ほらほら。ナース。ナース来た。来た。ナース来た、これ。この一本の木でやり過ごせるかな。ふーんと、そうね、そこうなってるから。でも足跡ないのおかしいなっつって、これナース巡回来て、まあね、そっちの方ってね、隠れたくなる気持ちもあるんだけど隠れない。見つかったか、うっと、あ、見つかってなかった今、やばいやばい、見つかった見つかった自分で出てきてしもうたわ。プーンと来たから、プーンと、これ距離感つかめないように、あぶれ、いた、倒しちゃったよし、この石でやり過ごせんから、クロクロ作戦で行こうか。ここ姿見られんように、そうね、そっちの方まで、石の手前らへんまで足跡残したからね。まあ向こう走っていたかなと思わせてからの石回避でございます。私がここで殺人鬼の周りをぐるぐるっと回っていく、うん、よし、うまくいったかも。行くで、ナースの隙をついていくで。今や今や、これ走っていくで。瞬間移動するのにも時間かかるやろ。よし今だ、逃げろメグちゃん、私がターゲット取る。いたたいたた、たとえ切られたとしても、たとえ切られたとしても、プーン来たな、プーン来た。距離感つかめんように、距離感つかめんようにね、からのこっちって。あぶあぶあぶ、危ない、だがしかし、あぶあぶね、どうしよう、どっち行ったらいいんだろう、こっちとあっちをやりくりしてる。あぶあぶあぶ、危ない、助かった。え、走れ走れ、どうだ、スプリントバーストたまるかな。もうちょっとでたまりそうだけど、まずナース、よし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 、でも瞬間移動してきそう、瞬間移動してきそう、プンプンっつってこれ飛んできそう、プンって飛んできたわ。だがしかし、しゃがんでしまうスタイル、これ気づいたかな、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 あー、そっちじゃないもん、こっちだもんでもやばいな、これ自利品になってるぞ、見つかってしもうとるんや、これ見つかってしもうとるんや、これ危ない、やーっばー、これやっちゃったな、これやっちゃったな、もうちょっと広いところで走り回ればよかったかな。あ、でもちょっと待って、
助けに来てくれてるよ2人。あ、ごめんね、なんかほんとごめん。でもこれ誰も見捨てないって感じ。あ、クルデット、ごめんね、ビルまで来てるわ。ひとまず2回目だもんね。ちょっとここで吊るされて、クルデットだいぶ近くで待機。ビルチ、ビル、どっちか見つかってない。でもね、こうなってくるとね、誰かがターゲットを取って助けに来るっていう感じだよね。で、ビルの方に行ってる。クルデット、ごめん、ありがとう。どうしちゃったかな、出口、こっちこっち、この子、この子、危ない。多分後ろでクローデットがね、2壁にやっぱなってくれてるわ。ほんと助かる、やっぱやれるクローデットだったわ、よかった。あ、さっきのメグちゃん、あ、よかったよかった、メグちゃんこっちだよっつって、そうだね、ありがとうね。来てる、やっべ、これやべえぞ、これ、おいおい、私か私か、ぐるぐるっと、これ、お、うまくいった、見つかった。やばいやばいやばい、私ちょっとこっち行くわやばくねえか、あれ、ちょっと私こっち吐きよ。なんかトラッパーがさ、ここら辺トラップかけてそうだな、大丈夫。あ、一応壊してたんだね。さ、もう一度ここ手かけましょうか。あそこでチュルチュルってんのかな。あー、やばい、こっちまで来てるかも。トラップはない、大丈夫。あぶねえ、こっち、あぶねえ、おっと、また壊している。こっち来るかな。板いただき。あ、クローデット、嘘でしょ。おっち、おっち、あぶねえ、私じゃなくてクローデット。ターゲット取る感じ、結構強気だよね、あのクローデット。やべえぞそれ。あ、やばい、私ちょっと柵越えたい。あ、見られたかなやばいぞこれ、ちょっと待って、こんな現場を私間近で見てしまったから、ちょっと、あら、ダウンしてるな。おっと、瞬間移動していった。ちょっとだけ直して、今かけてるんや。ちょっと待ってろ、パーツで戻っていって、どうかな、もう一回ね、あっちの方に行ってくれれば、発電機壊してくれればね、クローデット助けたい。あ、危ない危ない危ない、コーンに紛れててよかったわあ、今壊してんな発電機。じゃあちょっと急いでトラップ解除して。あ、戻ってきた、気づいてない、そんなとこにもあんのか。さ、ちょっとここ、やばい、気づかれている。あ、最初こっち来てんな、ここ私か、次フェミうまいこと巻いたんだよね。よし、私、あ、ちょっと引っかかってるもうね、これ殺人鬼のあれ当たらんようにさ、こう足元見てたらクッっとね、いっちゃう。ただ板がないんだな、なるべく電撃当たらんようにして、なるべく長期チェイスに持っていこう。さあ、これ当たんない、当たんないようにクッと曲がっていく、放ってからクッと、これ、よしよし、行くぞ、距離も取ってたね、よいしょっと、これパーッと、これまだか、まだか、当たってない、よしよし、行けるぞ、このまま当たらんようにチェイスしていこう。どこ行った殺人鬼、いや、お、お、そこいたんか、危ね、気づいてなかったようや。よしよし、オッケー、ゆっくりなんだな、この歩きが。いけるかな、誰、誰か近く来た、バーンって今出たぞ。うわうわ、強制カメラやばい、これ強制、ほんとただの強制カメラ、凶悪なんだよね。さあ、まだ大丈夫、ボルテンもあるから、走れフェンミン、いけ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 。 あら、来ない、あら、どこに当たんだろう、裏のところなのかな。さあ、直しきろ、直しきって出ていこう。めっちゃ書いてそうだな、こっちすぐ戻ってこなかったもんな、なんか嫌な感じだな。行くぞ、うわ、暗すぎて見えん、なんだここ、袋小路か。うわ、やばい、凶悪すぎる。あ、方向感覚、あ、方向感覚失っちゃった、やっちゃったな、これ。また近いっすか、あ、仲間が来てくれてる、すまねえ。あ、さっきの2人だ、よかった。しかもフラッシュライトまで、ありがとうね、ありがとう、ほんとありがとう、助かったさあ、人気やね、これ吊せないじゃねえかっつって、ほんと助かる。さ、2人が今ね、ちょっとはけたけど、あ、クローデットまだやってくれる、フラッシュライト、あ、やっちゃったな、クローデット。私はこのままもがくでいけそう、クローデット助け行くから、必ず君のことは。オッケー、あ、私これ2回目だな、脱出ポイントうままやで、これはっはっと。さあ、強制カメラに負けないぞ、ここでも出るだろうな。さあ、1回切られた、よし、これでボルタイム発動する、行くぞ、いけ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 、よし、一回ミスったな、行くぞ、このまま走っていくんや。さあ、私もボロタイムあるから、いけいけいけ、うわ、ちょっと待って、これ押されることによってちょっとブレた、よし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 、おじよし、走っていくぞ、ど
どこ行った？後ろだな。さあクローゼットが向こうか。さあ私こっち、こっちのゲートが近いんだよな。さあビルが2壁葬儀してくれるか。来てるな、来てる。オッケーオッケー、行くぞ。来てる、ハグも来てる。ありがとうビルじいちゃん、助かった、ありがとう。あ、こっち来てる、こっち来てる。大丈夫、まだチャンスあるから。さあ見つからないか。このクローゼットのね、これ迷彩色っていうか、これほんと暗くて分かりづらいよね。さあ助け行くぞ、まだ大丈夫。ボロタイムが私のボロタイム。あれ死んでるか、もしかして。ボロタイムでも2壁になれるから。さあどうだ、ひとまず二手に分かれよう。ドワイトがあそこでチュルチュルしてんな。どうなってんの、私が開けたゲートしか開いてないのかな。ドワイトがあそこでチュルチュル、どっちが正しい。うん、両側に分かれる方向。あ、なんかこっち来てんな、足跡で探知しようとしてる。ここでスルッとスルーしよう。さあ足跡消して向こう側戻っていこう。いけるかな。あ、やだ、なんかこっち戻ってきてない、心音が怖いよ、心音が非常に怖い。一人脱出、あぶ、あぶねえ。こっち行こう。どう、あやだ、なんか追いかけに来てるよこれ、追いかけに来てるパターンや。さあ傷ついた生存者も治ったと。さあヒルピディがそこをチュロ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 と。危ない、あぶ、タイヤ回避、タイヤ回避。走ったから見つかったら、痛がない。行くぞ、ゲートは目の前だ。さあここでかわしていくぞヒルビリの攻撃。行くぞみんな、見ててくれ。キュッと曲がっちゃう、そっちじゃない、そっちじゃない感じ。さあ行くぞ、どうだ、来てるか。フェイント、フェイントからのどこだ、殺人鬼。こっちじゃない、こっち、どこ、あぶ、危ない、危ない。ああよかった、よしよしよし、行けたぞ。あ、足元ビリビリなってる、これキャーって叫びそう。大丈夫か、危ね、範囲ではない。さあニアちゃんが言ってるぞ、私がこれ雷の範囲入るとえらいことになるから。来てんのかな、あー来た来た来た。じゃあここでチェイスしよう、なるべく板は温存してチェイスしていきたいな、最初のうちは。おっとこれだが、しかしもう一回戻っていこう。さあなるべくね長持ちチェイス、あ降りてきた。ぬんと降りてきた。さあどんどん行くぞ、どっちかな、どっちかな、こっちかな。ぴょんと降りて、さあ今回ね窓枠ポイントが2箇所あるか、この1階部分。さあこっちから行くぞ、後ろかな、あ後ろ追いかけてきてる。さあ電撃にもあんまり当たらないようにしよう。あとはこっちからくるくるくるっと行って、後ろは、あ結構来てんな。じゃあ2階電撃当たらないようにしてと。さあここでまた降りて、あ詰まった、やばい、切られるかもしれん。おい、痛い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 、窓枠からの2階。さあ走っていくぞ、走っていくぞ、なるべくチェイスを長期化して、その間に生存者に発電機直してもらおう。さあここで1階に降りていく。さあここら辺でそろそろ板だな、板間に合い、重いな今回の板。なんでビルここ来たんや、ビルターゲット取りたいの、危ないぞここ、巻き込み事故になるで。行くでこっち、こっちかな、やばいかな、板重い、板が重い、これちょっとやばいな。あビルフラッシュライト、板の方が正確だよ、あ板の方が助かった、ナイスフラッシュライトいった、これ板当てちゃう。ミスったかなと思っちゃったけど大丈夫だった、いくかなこれ、あ間に合うか、やばい、あそこ爪楊枝出ちゃった、いけ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 、どうだ板か、いや板温存していきたいな、なるべく、どうだ、いけるかこれ、痛い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 、あ重い、今回板重いな、こっちだ、殺人鬼が裏回ってくるから。さあここでどうする、窓枠か、窓枠行くしかないな、ポロンと落ちてからこっち、くるくるっと、ビルまだ近く待機してんな、大丈夫かビル、ありがとうねさっきフラッシュライト、おビル巻き込まれるぞ私と一緒にいると。さあ連れて行こう連れて行こう、残り発電機2つ、ガンガン走っていきたい。ただロッカービル、なんでここ来たビル、ちょっと血の跡でバレるかな、ロッカー血の跡がさ、血の跡でバレたかな、いやバレちゃったな、ロッカー私が上に引っ張っていこうかな、ここでビルが そこで待機だもんね。でここでちょっと殺人鬼に姿を見せて、一応製造者ここにいたっていうので、こう私上の方に駆け上がっていく。よし来てるかな、上の方に、どうかな、これでビルじいちゃんが隙があれば助けられるけどって感じだよね。あ来てるねこっちの方、追いかけに来てる、オッケーナイス。さあこれでビルが救えるぞ、私なるべく板はね倒さないようにしていこう。後半からちょっと
板がなくなってくると響いてくるから。さあここら辺だな、板は当てるの。よし、さあここで長いことチェイスしていこう。ビルじいちゃんを直しきれるところまでね持っていこう。ここ板か、ここ使うしか、板だ、使うしかない。ひるましたったわい。あー言うたな、やばいな、あのチェーンソーロッカー、いやダメだ、ロッカー入るのやめとこう。あのチェーンソー板壊すの早いの持ってんな、明らかに。ここでね長い、あやばい引っかかった、いけるか、よし走っていくで。板がほとんどなくなっちゃうな。ただまあチェイスが長期化すれば生存者がね何かしら行動できるから、ちょっと走っていこう。ガッとこれ行くでいい。もう一回ここ越えられるか、行け、ダメか。次の動画に関しては、日頃のねデッドバイデイライトの練習風景の方をね、見せていきたいと思います。でこのね次の動画に関しては全部ねボツになってしまったので、まあ動画にはねなっていない非公開のものとなっておりますのでね、そちらも楽しんでみてください。
今回のね400回記念の動画に関しては、まあ、いつもとね違う感じの動画となっておりますけど、まあ次回次からはね500回を目指してデッドバイデイライトの方もねコツコツプレイさせていただきたいと思います。でひとまずね生存者ランク1になるまでの道のりはすごくね大変でした。でね最近ねデッドバイデイライト始めたっていう方もね中にはいるかもしれない。でねとても長い道のりで本当に途中で心が折れるかもしれませんけど、まあ、コツコツとねこちらデッドバイの方もね頑張ってプレイしてみてください。はい。でも400回以降に関しては、まあ、今までね生存者メインでやっていたんだけどたまにこう気まぐれでね殺人鬼プレイの方とかもこうちょっとね出していけたらと思いますので、まあ、そちらもねぜひともチェックしていただけたらと思います。はい。これからはね500回600回とかに向けてねコツコツデッドバイデライトの方も楽しんでいきますので引き続きよろしくお願いします。はい。ということでね400回記念の動画最後までご視聴していただきありがとうございます。はい。それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。